はい、どうもみなさん、こんにちは、もじゃ TV です。ということで、今回もウィニングイレブン2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回ね、ものすごい数のイベント来ましたね。いきなり年末にドドンとね。はい、まあ、一つは、レジェンドチャレンジ。はい。まあ、今回こちらの動画なんですけれども、なんとスーパースターよりも強い、最強の試合、コムレベルレジェンド。PSO にあったよね、PSO。そう。で、要は今回からアプリにも。レジェンドモードが来たということで、開催期間が25日から、1月8日といった感じで結構長い期間、やられてるんですけれども、まあ、今回の動画はですね、いろいろイベント来てるんですけど、ツアーイベントであったりとか、なるほど、あとオンチャレとかも来てるんですけど、今回はですね、レジェンドと試合をしていこうかなということで、これね、GP もなんか結構稼げる。なるほど。なんでかっていうと、見てもらえば分かるんですけど、消費エナジーが10なんだよね。で、GP どんぐらいもらえるの？かってね、なんかね、レジェンドに勝つと確かね2018、はい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 、みたいな感じでもらえるんだけど、初回は2万もらえるんだけど、2180もらえるんだけど、うん、2回目から2018もらえるみたいな感じで。これは何してんの？これはね、あのね、あのレジェンドのバルセロナと試合したいから。ああ、なるほど。違ったりしてますね。でちなみにですけど、星1は、トッププレイヤーと試合になると。ああ、スーパースターじゃねえんだ。はい、そうですね。でレジェンドだと、レジェンドとやりたい場合は星2。はい、来ました。ということでね、来まして、FC バルセロナ、消費エナジーが10ということで、ね。これってさ、他のさ、要はさ、ドルトムントとかにも1回初めて勝てば、全部のクラブ、一通り2万ずつもらえるの？いや、それはないでしょ。この1回だけ ?1 回だけ、1回だけ。そうなの？それやばいやろ。いや、わかんないけど。それはないよ。いや、そんなこともあるのかなと思いまして、あ、まあでもまた、ちょっとイベントのことだったりとかは動画にして載せるんで。とりあえずね、やっぱり気になるのはどんぐらいレジェンドが、そうだね、これどれぐらい強いのかということで、これちょっとガチスカですね。そう、まあ、結構ガチで、まあ、あのスーパースターより強いということで、あの PSO の場合は非常に強いんですよ、レジェンドが。そうだね。アプリも、まあ、すごい気になる。あらら、これバルサの監督、ガッツリガルサ、バルサの監督、顔写真いるじゃん。そう、いやいや、出てこないんで、まだ。あれ、なんて名前だったっけ、バルメルダだったかな、なんとか。非常にあれだよね、守備的な監督だよね。欲しいよ。うん、で後半さ、ディフェンス変えてる。持ってないよね。持ってない。で今探してるんだけど、全然出てこないということでね。まあ、これはね、すごい、なんか。いや、暑いぞ。年末年始、めちゃめちゃイベント来るし、なんかスペシャルエージェントも来るとか言って、また。あと、ログインすれば、毎回豪華な、あの、なんかエナジー回復であったり、契約更新チケットとか、あと年始とかにはね、なんかガチャみたいな来るの。またレジェンドなんじゃないですか、ね、マラドーナじゃないですか、マラドーナ。やめとけ。やめとけ。マラドーナのために金残してるぞ。この辺ね、見せてくるよ。レジェンド感あるぞ、なんか。レジェンドはパスに容赦ないような感じがしたよね。なんか PSO の時は。PSO でも、でも2018から出たあれだから。え？危ない。怖っ。もちろん向こうに転がれれば俺も。でも、バルサだからね、なんかその、なんて言うんだろう。まあ相手だけだけど、うん、かなりしっかりしたスカットで来てくれるっていうのがかなりいいよね。うん、これなかったんじゃないかな。ないないない。強い、この辺もブスケツ、うん、まあね、ドルトムントとか、まあ、この前ね、クラシコでレアルボコボコにしてたからな、うん、まあ凄まじかったね、まあ、うんって出てなかったけどね、うん、さあ、いや、しかし舐めるなよ、バドスキー決めてくる、無所属無所属の力を舐めるな。いやだから、まあ、バルサとやりたい場合は、あんな、ああいった感じで、何回もこう、行き来すればできるんで、あとね、だからリバプールとドルと、あとどこだったっけな。狙い目はインテルとかなかった？インテルとかない？インテルとかなかった。リバプールとドル。ドルだったらいけ、あ、でもオバメゲーされそうだな、ドルトムントって。やっぱバルサレジェンドのオバメは嫌だな。やばそうだけどね。うん。まあでもやっぱり。キーパーギーのところとかいるんじゃない？そういうところ狙ってやってみるっていうのもいいかもしれない。リバプールあまりにも勝てなかったら結構強そう。まあね、なんて言うんだろう、あの、まあ、変化としてはスーパースターとの、うん、寄せが若干早いかなっていう中盤での。なるほど。ただまあこの辺が空いてくるんだよね、結構この辺はね、ぶっちゃけた話スーパースターとも変わらないんだけど、中盤での寄せ、なるほど、要はブスケツとかが結構潰しに来るんで、積極的に前面に来るってことだね。そう、今までのスーパースターとかってあの辺あんま来ないんだけど、うん、結構来る、やっぱりレジェンドは。だそこに対して、まあ、しっかりボールを保持、ここら辺だね。実はあの辺そんなに強くいかない方がいいんじゃないかっていうのもあるんだけどね。さあ、この辺、この辺はまあそうだね、うえ、あまり変わらないんですけど、いいよ、メッシ、ロイス、いや、決めてくる。
しかしオフサイド、ね、完璧だったけどね。だからロイスあいよくあそこのコース決めたな。なんかあのシュート入るよね結構、うん、なんかよくわかんないけどあれゲームだから入るんであって、なんか現実だと問題があるコースであれキーパーに止めてほしい感じがするけど、ね、なんであれが入るのかがいまいちようわからんけれども、うん、入るよなゲームだと。さメッシ不調なんだけどね使ってるという、うん、関係ないよなガチだもん。おいがレバンドスキーからナインゴラン、いやじゃあ9ぐらいを決めちゃうからね。こっちもガチだ、こっちもガチ、うん、こっちも9ぐらいのビダルだから、ビダル調子悪くてあのカンテ使ってますけど、カンテもやばいもんな。そうさあここに 2-0 ということで今のところは まだそこまでレジェンドにやられてはないかな。だこのパス回しね、そ うわ出たこのなんか何なんだろうねこれ、うん、鳥かごを勝手に発生させる感じ全然攻める気ないやんっていうね。うさあ 2-0 で負けてると思えないチームそうこう貫禄があるよ。さあ落ち着いてね対処していくと。さあちょっとねこれなんかまああれだったらちょっと弱いスカットでも行ってみたりとかしてね。日本代表で行っちゃう？ああ行くよ俺日本代表さ、適当にあのスカウト引いてたら小林優来ちゃってさ、おいめっちゃ熱いじゃん J の得点王じゃん、声上げちゃって俺うわーみたいな、 J の得点王引いてんじゃん小林優来たー、ドアたりだよドアたりだよ。いや今ああうまいこぼれるからね。いやいや今のすげえ個人技うまかったじゃん。いやでもなんか取ってるけどさ向こうにこぼれちゃうっていうね、これ怖い展開ね非常に2-1でね。 PSO もそれがあるね。そう、うん、もうほとんど50のボール全部向こう行くからね、レジェンドにこぼれるんで、まあ、ここはガチでねクリシャロなどと、ミラーを入れていくと。あ潰しに行く気だ。でね日本代表スカットもねもうねあと庄司かな。そうだね庄司が来ればもう結構坂ひろきもあのそうそうあのスカウトを、あそう来ちゃったこれ。ひろきだいぶ早めに来てたよ、ね、そうだからもう本当に結構うわーここ強い。まあでも蛍とかいないんだよね長谷部とか。しゃあない。なんかそこら辺はまあだってゲットできないでしょ。ゲットできないの。そこら辺はだから遠藤とかでカバーしつつやって、うん、今ね TS がまだ低いけど、むしろ遠藤の方がいいもん。そう言っちゃダメ、うん、遠藤の方がいいまであるもんだからそのもうちょっと TS をねあの上げてったらあのまあこのレジェンドとも対戦させてみたいな。そうだね、もう早めにしないと。ジャパン25日からケースケいいんだよ、ね、強化試合して強化試合して強化試合、うん、ワールドカップ前強化試合ケースケね。ケースケがこれレアルいる相手に。レアルはね、レアルのレジェンドいないの。いない。これね、裏に出てたら、ね、裏で駆け上がって立ったか立ったかいけるんだけどね。あ、来た前目の守備が効いた。前前の守備トーマス、あートーマス。雑やな。ここら辺でずっとダラダラ回すんだよね。そう全然前来ないんだ。でもまあ、2-1だから1点しっかり取ろうと思ってるじゃない。一歩集中。そこまで考えてる。一歩集中と思ってるでしょ。レジェンドごときが、うん。やるかな。レジェンドはスーパースターより強いんだからさ。結構これいいプレス入ってる、うん、いやだけどこれだよ、まあね、空いてるもん。でまあイネスそういうところが大事だろっていう感じだよね。イネスあれ結構プレス強いな。強めのプレス怖いよ。あれ思い出した。怖い強いプレスがグイいくイネスタね。ペペここも取られてく。でもね、荒いっていうかすごいやっぱり前から来るからグイグイ。あ怖いよこれ。怖いあ怖いよ。あいや危な今我らがブッフォンやな。行かれてたよ今完全に。 2-2 でもおかしくないよ。危ない。 2-2 でもおかしくない。さあミラー来た。あそこに出してるや。もう一個奥に出してるやな。行ってたのにな。クリスチャン走ってっていうね。なかなかボール取れんのよ本当に。ボールは取れないわ。ここで来た。あ来た。ここで俺の今までのプレッシャーがもうね強制して。ミュラーのシュートのお話。トマスがね。うん。ここでやっぱ生きてきちゃう。だからまああそこで外されまくったけど結果的にやっぱはめて一本取ると。でもなんか相当あれだな。取れないボール。これちょっとまあ金スカットとか銀スカットとか言ったら厳しそうだなこれ。そうだね。銀スカット無理か元から。銀は厳しいな。金スカできて、ね、でもキリアムバペロタンがいるからね。まあ切り裂くわな、うん、あれすごい。ああ来た。あれすごいか。走れおー来た。やったー簡単だクソサッカーだよな。うん、クソだよ。後ろから走ってきてる。小学生時代思い出すわ。あ足の速い子置いてさ。足速くてでかい子、ね、小学生なんで体の成長に差がありますから。そう何おっさんやんみたいな。ここほんまに小6かみたいな。ヒゲ生えてますよ、うっすらみたいな。
あのサッカーやってる人は分かるだろうね。で逆に高校ぐらいだとそいつめちゃめちゃ小さいの。そうそう、ちっちゃいね、うん、身長伸びませんでしたっていうのはよく落ちたよね。ランドセルキツキツみたいなやついたよね。マンモス小学生みたいなやついたでしょ。いや170超えてる人とかめっちゃいるでしょ。すごい、もうようランドセルしょったなみたいなやついるよね。体ができちゃっててね、あれみたいな感じだね、ロナウドは。まあ後ろから走ってきてたから、ね、後ろから走ってきてたよ。ウンティティもね、タッタカタって言うのかまあウンティティをやるからね。うん、まあ、ちょっと俺たちの方が理不尽さを見せちゃったかもしれない。そう、まあ俺らがね、まあ、トーマス出して、俺たちの方がレジェンドより理不尽さを見せてしまったのかもしれないクリスティアーノだったりね。でもね、分かんなかったねこれ。もし 2-2 になってたら、まあね、マジで分かんなかった、まあね、あのブーフォン感謝、まあ、感謝感謝。さあコムの強さ、レジェンドということでね、これ初勝利、初勝利ではないね、書いてない。初勝利じゃなくても1500もらえるの。いっさ、1500ってまあまあだよね。そうでね、ああまあいいか。まああのオンチャレの方ってこれ狙って最後にも確か見せると思うんですけど、負けた時にも2倍の報酬がもらえるんで、うん、切断をやめましょうみたいなこと書いてあるの。ああなるほどね。だから要はしっかり最後にやれば負けてもらう。そうだよ、そう、あ2180じゃない。何このイベントのもらい方、そうすごいでしょ。なんかサンタさんですよみたいな。サンタさん、うん、ようわからんこと言う。さあこんな感じでね、まああのいつも通りの、まあ、イベント、ツアーイベント来てるんですけど、この右のね、チャレンジイベントなんですけど、こちらがですね、見ていくと、まあ1499以下のスカッとしてやるといった感じで、まあスペシャルエージェントの、金以上もらえたりとか、マイクラブコインもらえるんですけど、イベントの試合後にもらえる GP が通常2倍になるキャンペーンなんですよ。でも敗北時にもらえる GP も通常2倍なので諦めずに最後まで試合を行ってみましょう。切断したらその分だけ損だってことだよね。そうっていうことを伝えてるのかもしれない。だからこれは初めてだよね。負けても2倍もらえるよ。初めてなの？え、どうなのこれ。え、前もだじゃないの？前もなのかな、わかんない。わからんけど、そこら辺は。でもこういう書き方はさ、やっぱそう考えると切断しない方がいいな。いや、いいんだよ。切断っていうかさ、ギブアップすればいいと思うんだよね。機能があるから。ギブアップでも2倍もらえるのかな？わかんないけどね。その辺は、ね。ギブアップでもしたくないな。なんて？その検証のためにさ。ああ、まあそうやな。こっちがギブアップすることはしたくないからな。ということで、まあ初回ね、こんな感じ。まあクリーチャレンジ2で、18スター。ズゴールドという感じでもらえるんで、でも今回は1499以下だから、え、2回目以降3000で書いてね、書いてあった1499以下だから、そんなになんつうの、あの無課金の人に優しいよね。なるほど、無課金の人がなんつうの、こう組めるスカット、うん、でこう勝利を、それは強いやつがね、そこまでやらないわけだから、そうだから俺らみたいな、あんなもう鬼畜スカット、ああバカだよ、バカみたいな、あんなバカみたいな、あんなスカットはもうこれはダメですって言われる、うん、ダメダメダメ、だから1499だから、ね、使ってんじゃねえよクリオン、2倍以上あるから、バカだよ2倍以上あるから、うん、といった感じで、まあ、最後にですね、こんな感じで今ね、25日から8日、まあ、ログインするだけで、うん、かなりの報酬をもらえると言った、もうお祭りですな。まあ年末年始こういうのやってきてくれたということでね、素晴らしいよね、うん、素晴らしいということで、まあスペシャルエージェントとかそういうのもなんかだんだん出るみたいなんで、うん、まあそこら辺もやりつつ ね、 こういうイベントとか楽しみながら、うん、やっていければいいんじゃないかなと、まあ、これは本当にだってログインすればいいだけだから、うん、ログインするだけでこういった面々もらえて、12月30日か31日は21,700もらえて、年末特別プレゼントやら、お正月特別プレゼントやらね、何来るんだろうね。まあどうせ、いやーまあ GP でもね、最近トレーナーをばらまく習性があってね、黒角かな、ものすごいトレーナー来たでしょ、うん、だけどそんな俺無課金でやってるけど、育てる選手いないんだよそんなのそんなのよりもっといいね、チケット欲しいな、うん、チケットとか。そうでも PSO でさ、あのブラックボールのやつが来たから、アプリでも来てもおかしくないと思うんだよ、ね、もしかしたら来るかもしれないよ、この辺で来てもおかしくないよね、うん、ただ声払ってね、250だけ、ふざけんじゃねえ、これね、前提それがお決まりだからなまあ250ぐらいだったらいいんじゃないの、まあね、うん、はい、まあということで今回はですね、コム最強レベルレジェンドと、試合をしてきました。まあどうだろうな、まあ、日本代表スカットとかでもそうだね、やれたらまたね、まあちょっとこっちも理不尽スカットだったんで、そう、まあ、ガチで言っちゃったから、あの本当にガチガチで詰めていったんでまあチーム力同じにしたりとか、もともとねチーム力やっぱバルサと同じぐらいにしてやってみたら、より向こうの強さとかも分かると思うんで、そう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 、あとはまあオール金玉スカットとかで言ったりとか、はい、またそういったね、なんかスカットでやって、レジェンドと試合していければいいかなと思います。ということで、また次回でしょう。さよなら、バイ。